ウンベルト・アンドレス・スアソ・ポンティボは、チリ・バルパライソ州出身の元サッカー選手。チリ代表であった。現役時代のポジションはフォワード。6歳の時サンティアゴのクルブトリノでサッカーを始めた。1995年12月、ウニベルシダ・カトリカのユースチームに移籍した。2000年、CD、ニュブレンセに移籍しプロ契約を結んだ。デビュー戦となった CD マガジャーネス戦でプロ初ゴールを決めている。シーズンの終わりに腓骨を負傷し7ヶ月間戦列を離れ、2001FIFA ワールドユース選手権を欠場した。2001年の終わりに CD、マガジャーネスに移籍し6試合に出場し、2002年は CSD サンアントニオ・ウニドに移籍したが、出場機会はなかった。2003年に3部リーグのサンルイスで騎乗他に移籍し、32試合で40ゴールを決める活躍をした。活躍が認められアウダックスイタリアーノに移籍し、2シーズンで62試合に出場し40ゴールを決め、チリ屈指の強豪チームである CSD コロコロへと移籍した。コロコロ時代のスアソ2006年、コパリベルタドーレスに出場したが、チームは早々と敗退してしまった。しかしスアソは CD、グアダラハラ戦では、ハットトリックを達成しその能力の高さを示した。プリメーラディビシオンでは37試合で34得点を挙げる活躍をし、国内リーグ全校期間全優勝を果たした。コパスダメリカーナでは12試合で10ゴールを挙げた。準々決勝のクラブでヒムナシアイエスグリマ、ラプラタ戦では、ハットトリックをした。チームは、決勝で CF パチューカに敗れ準優勝に終わった。2007年のプリメーラディビシオン前期リーグでは17試合で18得点し、前期リーグ得点王になった。2007年6月、メキシコの CF モンテレーに800万ドルで移籍した。プリメーラディビシオン前半戦では12試合で3ゴールしか決められず移籍の話が出たがチームに残留した。2008年4月6日、ティブロネスロホスでベラクルス戦で4ゴールを挙げチームはが7-2で勝利した。後半戦では調子を上げ最終的にこのシーズン31試合で19ゴールを決めた。2008シーズン前半戦で13ゴールを決め前半戦得点王となった。最終的にこのシーズン32試合で14ゴールを決めた。2009年12月13日、前半戦21試合で11ゴールを決め、さらに前半戦の優勝決定戦で活躍し、優勝を飾った。同年には、ウルグアイのエルパイス氏による南米ベスト11に選ばれた。2010年1月8日、レアル・サラゴサに、シーズン終了までの期限付き移籍することが決まった。この期限付き移籍には買取オプションが付加されている。2010年1月24日、ビジャレアル CF 戦でデビューを果たし、1週間後の CD テネリフェ戦で初ゴールを決めた。2010年2月27日に行われたヘタフェ CF 戦で2得点した際は、アンダーシャツに書かれたフェルサチリという文字を見せて、チリ自身にあった母国を励ました。移籍後の半年で6得点を決めてプリメーラディビシオン残留に貢献したが、財政難のサラゴサは買取オプションを行使せず、再びモンテレーに戻った。2015年10月に CSD コロコロを退団し無所属となっていたが、2016年1月15日に代理人を通じて現役引退を表明した。CF モンテレーは、スアソが同クラブ所属時に背負っていた26番を永久欠番にすることを発表した。チリ代表では2005年にデビューした。2006年に代表とクラブの国際試合で、ピーター・クラウチより1ゴール、多い17ゴールを挙げ国際サッカー、歴史統計連盟から年間最多得点選手に認定された。この時代表では4ゴールを挙げこれはすべて、親善試合での得点であった。コパアメリカ2007に出場し3ゴールを挙げた。2010FIFA ワールドカップ南米予選ではブラジル代表のルイス・ファビアーノの9ゴールを上回る10ゴールをマークし、チリの 2010FIFA ワールドカップ出場に貢献している。パラグアイ戦では、本来のポジションではなく右サイドバックで起用された。本大会に出場するメンバーにも順当に選ばれたが、5月30日のイスラエル戦で左足太ももを負傷した。ありがとうございます。